オリンピックは初出場なので、緊張してどういうプレーになるか未だにこう想像もつかないですけど、自分なりのベストパフォーマンスが出れるように準備していきたいと思います。よろしくお願いします。オリンピックは初出場なので、本当にどういう雰囲気なのかっていうその雰囲気がわからないので、自分がどう今から準備していくのかっていうのが重要だと思うので、しっかりオリンピックでメダル取れるように頑張っていきたいと思います。本番まで頑張っていきたいと思っていますので、お手柔らかによろしくお願いいたします。オリンピックという舞台で試合ができることを楽しめるようにしっかり準備していきたいと思います。よろしくお願いします。初めてのオリンピックですけど、自分らしい最高のプレーをして最高の舞台で一番頂点に立てるように頑張りたいと思います。オリンピックは小さい頃からの夢でしたので、まずは出場が決まって嬉しく思います。でも残りの3ヶ月、自分のできる限りのことをして力をしっかり出し切れるようにしっかり準備していきたいと思います。よろしくお願いします。小さい頃から憧れていたオリンピックという舞台に立てることがすごく嬉しいです。出るだけではなくて金メダルを目指して残り3ヶ月しっかり調整して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。目標にしていたオリンピックに出場することができ大変嬉しく思います。ミックスダブルスは去年のスディルマンでこういった形でチャンスをいただいたので、オリンピックでは出るだけではなく上を目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。最後の最後までオリンピックに出れるかは本当にギリギリな状態だったんですけど、まさか本当にオリンピックに手が届くのかっていう今率直な気持ちです。ほとんどが格上の選手ばかりですが、向かっていって挑戦者の強みを生かして思い切り暴りたいと思います。よろしくお願いします。ターニングポイントはやっぱり去年行われたスディルマンカップで混合ダブルスのメンバーとして起用していただいて、そこでやっぱり銀メダルに貢献できたのが今こうやって混合ダブルスプレーヤーとして道が開けたきっかけになったかなと思います。レース中ではやっぱり最後の最後でシンガポールオープンでシード選手に打ち勝てたっていうのがすごい大きかったので、そこが一番いいきっかけかなと思います。私も同じなんですけど、去年のスディルマンカップで、こういったチャンスをいただけたのが、今こうやってこの場に立てているのだなと思います。レース中の印象に残っている試合はシンガポールでの中国選手に勝てたことが一番、オリンピックでの切符をつかめたターニングポイントだと思います。レースの前半では世界選手権で勝てなかったり、こう怪我でこう大会を2大会棄権したりと、苦しい戦いがあったんですけど、その後の中国オープンで久しぶりにスーパーシリーズプレミアで決勝まで行けて、そこからこう自分たちの、プレー感だったりっていうのがすごい戻ってきたので、その試合で、決勝で負けはしたんですけど、その試合でこうちょっと自分たちのプレーが吹っ切れた部分があるのかなと思います。そうですね、前回のロンドンのレースで自分たちの力がなくて出れなかったから、やっぱり次の4年後は自分たちがこうしっかり結果を出したいっていうふうにこの4年やってきて、やっぱりレース始まる前はこう、いろんなことがあるのかなっていうふうに想像してたんですけど、自分たちの中では2014年にスーパーシリーズファイナルで優勝して初めて世界ランキングでも1位になってから、やっぱりその後、レースの前半こうどこかで守りに入ってしまって、こう勝たなきゃ勝たなきゃってなってしまった部分があったので、それをこう2人で話して、そうじゃなくてこう自分たちの力をしっかり自分たちがやってきたことをこう出せばいいっていうふうに2人でこう話し合って後半することができたので、今年レースの最後の方で全英で優勝できたのは本当に嬉しかったです。私は2年間怪我をしていて、その時はこのレースのスタートラインに立てることも全然想像していなかったですし、こうやってここに立てることが本当に奇跡だなと思えてます。
で、レース中のターニングポイントになったのはやはり前衛の決勝のワンシーシャン選手との試合です。でも最後の最後まで本当に流れが悪くて、こう本当に諦めかけた試合だったんですけど、最後勝負どころでこう自分の流れに引き寄せられた、引き寄せてこう最後勝ち切って優勝できたっていうのが本当に大きなこう自信になりましたし、だからこそこれからの大きな大会でもっていう、こう自分の期待にもなりました。去年は高校生最後の1年だったので、自分で選んでインターハイに出場してやり終えたことでより世界に目を向けて集中できるようになったと思います。自分はこうなかなか成績が出ない中で、その中でもいろいろ遠征を行かせてもらって、その中で自分といろいろ向き合っていい経験をさせてもらったと思っています。世界選手権で銅メダルを取れたことが、一番のターニングポイントかなっていうふうに思えてます。去年1年はあんまいい成績がなかったので、自分の中では、特にありません。